ただ一つ、夢を叶えよう。半兵衛様。どうした半兵衛。いや、まず落とすべき国はどこか、歩むべき道はどの方角か考えていただけさ。そうか、信じるぞ、お前が下すその決断を。ああ、任せてくれ秀吉。将軍足利義輝は乱心した。このままでは国が滅ぶ。今こそ豊臣が天下統一を果たし、日の本を救い守る時。その通りだ。残された時間は長くはない。僕たちが道を示さねば。待たせたかい？超素敵！紳士王国、どうぞ完成！我が輩、誰かに見せたくてたまらない！紳士とは、僕のような男を示すのではなかったかい？時間はないんだ！君はつくづく僕をイラつかせるんだ。おお、よく来てくれたね。ここが我が輩の超素敵紳士王国。さあ、心ゆくまで楽しんでくれたまえよ。ほっ。義明様、先ほどの御仁は敵でございますだよ。なんと、趣味の悪い影武者があんなにも。我が輩の超素敵紳士王国に早速攻め込む者が。極秘に進めていた人類皆ヒゲ紳士計画が漏れたのかね。ではただで返すわけにはいきますまい。だね。その通り。この素晴らしい超絶素敵紳士王国をしっかり自慢して世に広めてもらおうじゃないか。邪魔だ、そこをどきたまえ。
紳士は紳士に心身を鍛え、紳士を得てこそ紳士でござる。攻めましょう。拙者もお供いたします。左近君でもあるまいし、成長元根一滴など通らないさ。土地を求めて争うが武士、勉強になるな。いただくよ。ちょっとそこの君、出羽の神と奥州三代素敵紳士たる我が輩にぴったりなのは一体どちらだね。命が惜しくば引け、我ら容赦は捨てぬぞ。認めないかも。目にゴミが入ったのだ。情などいらぬ、愛などいらぬ。紳士は永久に不滅だよ。次なる自慢場所を求めての船出。どこら辺が自慢なのか、俺には全然わからない。玄米茶と超上質茶菓子の素敵な出会い、我が輩の超精絶回転水車がついた団子だよ。やられるまでが作戦だよ。感ずるな、我らには隊長がついておる。へい、ゆっくりと眠りたまえ。家を離れると力が入らぬ。できるだけ数を減らしておかねえとね。僕の体が動いている間に。少し半兵衛に頼りすぎておるか。預けないな。お茶で肩こりが治ったよ。国を守るためなら、このような命惜しくはない。その自慢、ちょっと突っ込んで聞きたい俺がいる。これも長いものにまかれんがダメ。つけひげが取れた。もっといいひげつけておけば。拙者どこまでも突き従う所存。検討を重ねた結果、命の危機という結論に至りました。風向きが変わるまで存分に楽しもうじゃねえか。これだな。険しき戦場とで乗り越えてきた。成長を感じるよ。
俺たちこそ大義、国を思うこの軍こそ官軍だ。ただ爪通りになります。それ以上もいいかもなし。水面を走るがごとく回る車、なんて優雅なんだ。もう見つかったのかい。我が輩の他とは違う素敵さに気づくとはね。玄米茶と上質団子が貴公の口で出会いたがっているよ。いいな、それいいな。さようなら。哀れみをもって君を葬ろう。僕ならここは絶対に落とさないけどね。行こう。まだ時間はある。もうすぐ君と僕の夢が叶うんだ。秀吉。半兵衛様、秀吉様がお呼びです。ああ、わかった。ところで三成君、初戦での君の働きぶり、本当に見事だった。次も頼んだよ。はっ、身に余るお言葉、光栄の至り。君は判断に迷いがなく、行動も迅速だ。その長所をより生かすため、情報収集を徹底するといい。はっ、尊き教え、この胸に刻み込みます。僕はもう長くは持たない。少しでも多くのものを豊臣に残さなければ、それが僕の生きた証ともなる。何やら槍のマタザが探し人に奔走している模様です。勝家。あなたは最下位の鬼が鬼ヶ島に乗ってやってきました。この辺り、月夜には闇をかける忍びの姿も見えるとか。へらっ！欧州へ向けて放った密偵から何の沙汰もありませぬ。けへっ！こっちだ。獲物の匂いだ。けへっ！半兵衛様、お尋ね者を発見しました。